はい、こちらね、埼玉草加市の、アコスホールさんに、来ております、今日は彩の国カラオケ王座決定戦チャンピオンに、こちら、楽屋に、入りました。こんな感じですね。はい、はい、今日もね、頑張ります。遥かな記憶手繰り寄せて愛のパズルを貼り合わせたらいつも港の夕焼けに夕日の石段男は子猫チャンピオン部門は枠は3人なんですけども、審査員の合格点数がですね88点以上の点数が 80% の先生が88点以上の点数をつけて、もらってない時にはですね、うちの方は3つの部門に分けてます、これも賞金が出ます、いろいろな細かく賞金が出ますんでね、お楽しみに、先生方あまり甘くもなく辛すぎてもダメですし、よろしくお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします、はい、今ねちょっとあの休憩してるんですけど、ちょっとこれからお弁当いただきたいな。松本さんも一緒で、はい、よろしくお願いしますね。ご飯ちょっとね、お昼ご飯ねいただきたい ね長丁場にね、なるほどね、ちゃんとエネルギーを補給しておかないと、はい、ね、はい、皆さんのためにね、翔くんのためにも、あら翔くんのためにも、だからのまた続きまして、大場翔吾と申します。よろしくお願いいたします。これびきはいつの夢も僕の優しく微笑みを返す白いシャツには光と影が花の散るように揺れている木漏れ日の君を僕は追いかけて離さないよと抱きしめたけれど腕の中からすり抜けてゆく朝が来るのが怖いのさ遠くへ遠くへさよならも告げずにあの日のまま君と歩いた木漏れ日の中で僕は自分の光を探しての針は遠回ったまま君を愛した木漏れ日の中で僕は自分の光を探してる
ありがとうございました。まだまだ素敵なゲストの方続きますので、最後までおゆっくりお楽しみください。ありがとうございました。